はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの空港を紹介していこうと思います。もうね、分かってる方もいるかもしれないんですけど、この空港には大きな特徴があるんですよね。世界で初めての空港なんですよね。世界で何が初めてか。いや、これ気になりませんか？私も最近知った情報なので、皆さんにこの情報を共有したいなと思いまして、今回動画を作りました。なので、最後まで動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。では、本日もよろしくお願いします。そうなんです。長崎空港なんです。長崎空港はかなり歴史の古い空港になります。ですので、長崎空港の歴史を見ながら、長崎空港の特徴を紐解いていこうかなと思います。長崎空港の始まりは、この写真の通り、大村海軍飛行隊の飛行場から始まりました。もう見てわかる通り、もう原っぱに飛行機だけを置いてスタートしたんですね。1923年に大日本帝国海軍大村航空隊が開設されました。大村航空隊は搭乗員の訓練を目的に、あらゆる機種の訓練をここで行ったわけなんですね。これが飛行場の始まりになるんですね。ここからスタートしたわけですね。その後、1941年に第21海軍航空省が完成するんですね。これがね、海軍航空省本部の写真になりまして、この場所がですね、ちょうど大村湾の北側に建設されたということになります。原っぱの飛行場を大村航空隊ができて18年後にようやくね、本部が作られたんですね。次に、年表を用いて皆さんと歴史を見ていこうと思います。1955年に旧海軍施設を利用して大村空港が発足しました。そしてその4年後、1959年に長崎空港ビルディング株式会社が設立。その1年後、1960年に大村空港供用開始になりました。そして1971年に海上空港として埋め立て地の造成工事を開始しまして、その4年後、1975年に B 滑走路供用開始。そして長崎空港に名称が変更されました。これでですね、世界初の海上空港になります。1980年に B 滑走路3000メートルに延伸しまして、現在ある長崎空港の形となったというわけですね。では今から一つ一つ見ていきましょう。まず、1995年、海軍施設を利用して大村空港が発足しました。これがですね、当時の写真なんですけど、今見るともう空港の形になってますね。これを利用して民間機の運用を始めたということになります。こういう小さい航空機を使って運用し始めたんでしょうね。いや、なかなかすごいですね。長崎空港ビルディング株式会社がまず設立されまして、その翌年、大村空港が供用開始になります。こんな感じですね。YS-11 ですかね、これがね。YS-11 がだいたい1963年ぐらいから飛び出しましたので、そういった時にね、大村空港から離陸し、着陸してたんでしょうかね。そしてようやく1971年に海上空港として埋め立て地の造成工事が開始されます。53年前ですからね、工事風景もこんなだったのかなっていうような感じですね。まずはじめに空港の埋め立て地、これが始まりまして、そして空港ができるというところなんですけど、現在の空港よりも短いのが分かりますかね。ちょっとね、
滑走路の長さ、今よりは短いんですね。そして埋め立て工事が始まって4年後ですね。B 滑走路共用開始と。そして長崎空港に名称が変更されました。そして今から49年前の1975年に B 滑走路共用開始になります。これでね、長崎空港に名称変更されてですね、運用を行うということですね。まあこちらが長崎空港開港式の写真なんですけどね、時代感じますね。49年前ですからね、もう随分前ですけど、あと1年で50周年になるんですかね。そしてこれがね、長崎空港の当時の様子なんですけどね、まあ、ジェット機なんかも来たりして、こう賑わってくるわけなんですけど、まあこれからね、今の長崎空港になるまでまた一つ変更があります。それがですね、でね、長崎空港開港して5年目なんですけど、ここでね、1980年に B 滑走路3000メートルに延伸するんですね。早いですね。まあこのように3000メートル滑走路になるわけなんですけど、まあ写真見て右がですね、右奥側の方に滑走路が伸ばされたという形になりますね。そして今まで運用されていると。1980年なのでもう44年ですね。44年この形でやってるということになりますね。ようやく今の形になったということです。まあこのようにね、一つの空港の歴史を知るっていうのはね、まあ、すごく楽しいことですね。私も知らなかった事実なんかもあったりして、なかなかね、今回調べていて楽しかったです。そしてね、長崎空港が世界で初めての海上空港ということもありまして、まあこれね、世界に誇れるんじゃないかなと思います。そして長崎空港といえばこれ、このネタ2つを皆さんにお伝えしたいと思います。小ネタ1つ目なんですが、これはね、コンコルドの飛来なんですね。コンコルドは日本に5回だけ飛来したんですが、まあそのうちの1つの空港として長崎空港に降り立ったということですね。これは1990年9月2日そして3日にかけて飛来しました。内容については、90長崎旅博覧会に合わせて、まあ、これチャーター便として運航されたということですね。まあなかなかね、日本でコンコルドを見るということはないんですが、なかったんですがね、この長崎空港で着陸が見られたということはね、まあ、かなり、ね、歴史的なことかなと思いますので、小ネタのうちの一つとして、挙げてみたいと思います。二つ目がですね、長崎空港には鐘があるんです。これ展望デッキにあるんですけど、すんごく大きい鐘があって、まあこの空港に到着して、で航空機を止めた時にもう目の前にね、この鐘があるんでね、かなり目立つんですけど、この鐘の意味知らないです。意味知ってる方はぜひコメント欄に書いてください。そしてね、この鐘だけではなくて、展望デッキにはあと一つの鐘があるんですね。それはこれです。幸せの鐘です。この幸せの鐘については意味がありまして、鐘を鳴らす方に幸せが来ますように、そして鐘を鳴らす方が思う大切な人に幸せが来ますように、そして鐘の音を聞いた方に幸せが来ますようにという願いを込めて、この幸せの鐘を作られたらしいので、皆さんぜひ立ち寄って鳴らしてみてください。あと展望デッキに来た方はね、これぜひ顔出しパネル、これで写真を撮ってください。これね、長崎の、風物詩の一つである竜踊り、竜踊りっていうんですかね。まあこの竜のところに顔出すのはどうかなと思うんですけど、まあまあまあいいんじゃないですかね。これでせっかくなんでね、これで写真を撮って長崎空港に我来たりといったところをね、記録に残していただけたらいいなと思います。では皆さん、最後に、日本で2番目に作られた海上空港はご存知でしょうか。それがですね、関西国際空港なんですね。日本で2番目の海上空港、これが関西国際空港になります。また関西国際空港につきましても詳細皆さんに伝えていけたらなと
思いますので、また次回の動画、これからの動画よろしくお願いします。よかったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。では失礼いたします。